なんか懐かしくない。1996年から2008年まで週刊少年サンデーで連載されておりました。それでアニメ化が2000年からスタートして、完結編は2010年に最終回を迎えております。でストーリーは、現代で受験を控えた女子中学生カゴメが、実家にあるいわくつきの井戸から戦国時代にタイムスリップしてしまうんですね。でその戦国時代で妖怪と人間のハーフである半妖の少年犬夜叉と出会って、カゴメは戦国時代の妖怪との戦いに巻き込まれていくという内容です。おー、これサンデーだったんだ、はい、あ、サンデーだったですね。王道のジャンプじゃないんだね。サンデージャンプじゃないんだね、はい、大ヒットしたよねこれね、はい、あのもちろんテレビアニメもそうですけど、映画ですもんね。映画にもなりましたもんね、はいはい、かっこよかったよ。犬夜叉の中で好きな登場人物っています？僕はやっぱり犬夜叉演じてらっしゃったのが、うん、あの主役の方、山口勝平さんという方が演じてらっしゃったんですけど、あのワンピースではウソップとか、ウソップ、うん、はい、そうだね、勝平さんですね、はい。え、他にもどんな声優さんいたんだろう？そうですね、あの僕個人的に、あ、この声優さん出てらっしゃるのかって発見したのが、うん、あの単発で登場するゲストキャラだったんですけども、はい、小さい狐の妖怪が1話だけ出てくるんですよ、はい、ものすごい聞き覚えのある声で、はい、小桜悦子さんっていう、あの最近では妖怪ウォッチの主人公、うん、ジバニャン演じてらっしゃる声優さんが、うん、ゲストキャラで1話だけ出ていらっしゃった。ジバニャンさん、ジバニャンさんが出てた、はい、出てただけ、はい、やっぱりこうヤフー知恵袋とかでも、あの何枚出てた方ってジバニャンの声優さんだよねみたいなことを、あの質問上がってたりして、そういうのちょっと話題になってたり、まあそういうの好きな人見つけるもんね、はい、バンと見つけてバンと上げてくるもんね、はい。マナミンは犬夜叉っての記憶にあります？はい、私まだ見たことはないんですけど、うん、周りの友達とかがすごい好きな子がたくさんいて、うんうんうん、はい、もうなんかしょっちゅう名前だけ聞いてました。だからいつかちょっと長い時間とって一気にしたいなと。そうですね、ここですよね、はい、結構なボリュームありましたからね。夏休み終わっちゃうかもしれませんけどね、はい、そうですね。そうでした、犬夜叉、そうそうそう。でこれが安室さんだったんだよね。そうです、エンディングが128話から146話のエンディングということで、うんうんうん、タイトルは何ですか？はい、タイトルはカムという、カム、はい、曲でございます、はい。あ、そういう曲だったんだね。やっぱ、はい、浮かぶよね、曲と一緒にね。そうですね、アニメの、ね、なんかエンディングで聞き覚えがあるなみたいな。そうそうそう、あ、はい、そうだったそうだったって感じになるよね、うん、ということでアニメの話題で、犬夜叉の話題で話してきましたが、私たちの番組はどんな番組なんでしょうか？タイトルコールをお願いいたします。FRD プレゼンツ、デイリー FM、 稲垣正幸の声優やつ、アニメだ。さあさあ、これもまた引き続きやらせていただいてます。さくらんぼの実る頃、紅の豚というね、アニメ映画のテーマしてね、オープニングテーマなんですが、劇中で、あのドラマの中でもね、あの、お店で歌ってるシーンが印象的ですよね、はい。この紅の豚の声をやっていた、森山修一郎という声優さん、もう声優創世期といいますかね、日本に最初に声優さんが始まった、声の俳優と書く声優さんが始まった時からやられてらっしゃった方が、今年の1月に、お亡くなりになりまして、私の声優の師匠でありました。そして、まあ、いい声優を育てろということで、声優やっちゃいアニメ玉ということをやらせていただいています。その稲垣とはどんな人間なんでしょうか？はい、では稲垣正幸さんのご紹介をさせていただきます。稲垣正幸さんは声優、俳優、映像監督、演出家としても第一線に立った経験が終わりなんですが、その経験を生かしまして、現在はアクティングコーチというお仕事をされています。アクティングコーチとは、映画やドラマ、テレビ番組などさまざまなメディアでお仕事をする芸能人の方に対して演技的なご指導をするお仕事です。芸能界にちょっとでも興味がある方は、アルファベットの EUJ、 綴りはエンターテインメントの E、 ユニオンの U、 ジャパンの J で EUJ です。ぜひ検索してみてくださいね。はい、ということで、私長木がこの声優やっちゃえという番組をやらせていただいてます。アニメ玉というコーナーがね、この後ですけどもありますけれども、このちょっと先の後にありますけどね、このアニメ玉が、まあ、一つこの番組の特徴です。アニメっぽいこと、声優っぽいことを皆さんに楽しんでやっていただきたい、気軽にやっていただきたい
そういう趣旨で始めました。ちょっと言わせていただくと、例えばサッカーでも草サッカーがあります。野球でも草野球があります。そこでは上手い下手関係なく野球を楽しみ、あるいはサッカーを楽しんでます。そういう感じで声優さんのお仕事、声のお仕事を楽しんでいただければいいなと思って始めました。それが、アニメ玉です。そしてこのわがままの番組を成立させてくださっているスポンサーさんがいます。取材 CM を聞かせていただきましょう。こんにちは。はじめまして。株式会社 FRD の柳田と申します。FRD は北谷のアラハビーチにあります。FRD はおかげさまで沖縄で10周年を迎えさせていただきました。沖縄の皆さんへの感謝の気持ちと、昨年からのコロナで閉塞感のある子どもたちや飲食店さん、医療従事者の方、その他皆さんにアニメやラジオの力で少しでも明るく元気になっていただきたいと思い、元気になっていただきたい方たちにぜひ出演していただきたいということで、今放送中の出るラジオを企画しました。 FRD は25年ほど教育事業、IT 事業、エコエネルギー事業を経営してまいりました。今現在はアラハビーチ前の事務所で弊社で働きながら学ぶアラハ未来学校の開催とともに、仕事と遊びのシェアリング、アラハオンザビーチビジネスシェアリングを開催しています。沖縄で志のある企業様や個人様と仕事や遊びをシェアリングして、きちんと収益を上げ、社会貢献にもつなげていくプロジェクトです。例えば芸能スクール事業をシェアリングして、未来のスター、声優、俳優、モデル、アイドルのデビューを応援する。弊社所有で那覇空港に置いています小型飛行機を企業様や個人様とシェアして、沖縄の空のフライトを楽しむことや未来のパイロット育成を応援する。エコエネルギー事業をシェアして収益を上げながら、地球温暖化防止や脱炭素、グリーンリカバリーに貢献する。これらフューチャーロマンドリーム、沖縄の志のある企業様、個人様と力を合わせて沖縄を盛り上げていけたらいいですね。一緒に夢を実現させましょう。お問い合わせお待ちしております。さあ、いよいよアニメ玉が始まります。今日はスタジオに出演者の方が来てくれてます。お名前は？トーマアミです。何に出てくれましたか？お触れ書きの効力に出演しました。聞いてください。アニメ玉メイドイン沖縄ボリューム5、作稲垣雅之、出演稲垣雅之、コンジコン、シデミズコ、前頭あくび、 FM ギノワン石坂まなみ、ゲスト出演トーマアミ。漫画と書いてよろずえで候第一の巻、お触れ書きの効力。お触れ書きとは、江戸時代幕府や大名から一般へ向けて出された命令や通達のことです。大変だ大変だ、酒は飲んじゃならねえと決まったそうだ。冗談じゃありませんよ。酒が売れなくなったらお客なんざ来やしないよ。一体誰がそんなバカなことを言ったんだよ。お代官様、徳川の将軍様からお酒を禁止する命令が出たそうですね。ああ、遅れを出した。我が宿場の者たちは真面目な者たちばかりだから、おとなしく禁酒してくれるに違いない。おだみ、頼むよ。でも、お店を開けてるのが見つかったら、えらいお咎めを受けるんだろ？ロビア送りか。まっぴらごめんだね。お店を休みますかね。お代官様、外には人が歩いておりません。こたびの禁酒のお触れは、行き渡っているようじゃの。よいよい。聞いてくれよ。山筋の連中はところどころお店を開けて、お客にお酒を振る舞ってるらしいんだ。店を開いているところは大儲けしているらしいぜ。私ら川筋の人間もお酒売りましょう。お代官様、今回のコロリは怖い病なのですか？今江戸で流行っている新型のコロリは、お酒を飲んで大声で話すとたちまち病にかかり、命を落とす者も多いと聞く。だから拙者はお酒を飲むなと禁酒のお触れを出したのじゃ。我が宿場の者たちにはコロリなんぞにはかからず健やかでいてほしいからの。酒が飛ぶように売れる。
毎晩お客で満杯だ。大儲け。酒我慢してる連中がアホみたいだぜ。お代官様、お医者様から報告があり、我が領地にも新型コロリの患者が増えているそうです。何？新型のコロリが流行り出したというのか？どうしたことだ。みんな禁酒しているはずだろう。なぜコロリにかかっているのじゃ。なんだか熱っぽいね。匂いがしませんね。あれ、あちかしね。お代官様、旅人たちは毎晩お酒を飲むために出歩いているらしいです。何度でもお触れを出すのじゃ。みんなを新型コロリから守るためじゃ。拙者は領地内の見回りに出て、お触れを守るように注意して歩こう。宿場の人々の命を守らなければならんからの。新型コロリはね、どうやら、年寄りはひどくなるけど、私たちの年代はかかっても大丈夫らしいですよ。年寄りが悪くなっても、おいらは平気だからね。若い連中はかかっても悪くならないって言うしね。お代官様、しっかりしてください。咳が止まらない。胸が苦しい。新型のコロリにかかってしまったようだ。見回りのために出歩き、若い衆に注意して回ったのがまずかったがの。拙者はこれゆえ、もう生きていられるだろう。だが、我が民人は、どうか健やかでありますように。お代官が死んだとよ。関係ありません。関係ないや、ねえ。これは、遠い江戸時代のお話でござる。あしからず、ごめんこうぶる。東海ビジネスサービス株式会社 IT コンサルティング事業本部教育事業部教務担当の野です。ダイレクトゼミというオンライン家庭教師を行っております。主に中高生が対象で、勉強がわからなくて困っていたり、勉強が苦手な生徒さんや効率よく勉強できない部活が忙しい生徒さんなどに多く喜んでいただいております。自宅学習時は映像授業をいつでも好きな時に見ながら自分のペースで進めていき、オンライン授業ではわからないところを解決しながら勉強の楽しさを味わっていただくようにしているのが強みです。コロナは100年に一度の危機で皆さん不安に思われていると思いますが、オンラインでつながりながら一緒に勉強することで、わからないことも解消していくことができます。わからないことが増える前に一緒に解決していきましょう。ダイレクトゼミは学校のような大人数ではなく、一人一人に合わせた指導で生徒の性格を把握しながらスケジュール管理から行っております。学校などもオンライン化でついていけない生徒さんも多くいると聞いております。オンラインというと、少し心配だと思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、それも理解して生徒さんのペースに合わせ寄り添いながら勉強を一緒に進めていけるのがダイレクトゼミです。興味のある方はぜひホームページをご覧ください。エグザイルザセカンドでワイルドワイルドワイルドを聞いていただきました。まあ、先週もお話しましたけどね、ザ・セカンドのメンバーは、アクティングの僕の教え子たちがたくさんいるので、今日もザ・セカンドの曲を流させていただきました。特にね、今回はちょっと黒木啓司さんという九州の宮崎出身の方です。今九州内でいろんな企画を起こしてやってます。そういう影響もありましてね、僕も啓司君の活躍を見てて、沖縄でいろんなことできないかなと思っています。
そしてその前に聞いていただいたのがアニメ玉です。時代劇の感じでやってみました、まずは伊坂さん出てらっしゃいましたね、はい、時代劇の感じどうでした？なんか時代劇をやるのはまた初めてなので、まあ、もちろん初めてなんですけど、はい、お代官様っていう言葉をあんなに使うとは思いませんでした。そうですよね、うん、なんかお代官様っていうと時代劇で言うと大体悪者ですからね。そうですよね。今回はいいお代官様、ね、いいお代官様、はい、どうでしたか松江君は？そうですね、まあ、いろいろこう響くものもあり、うん、はい、こういう方もいらっしゃるんだろうなみたいな、うん、お代官様として、そうだよね、はい、いいお代官様いたんだろうなって、はい、そして今日はスタジオにね、ゲスト出演してくれたトーマアミちゃんも来てくれてます。さあどうでした今のやってみて、聞いてみてどうでした？なんか、うん、こんな感じになったんだなって思いました。なんかなんかみんなすごいなって思いました。あ、他の人たちのねやってるの聞いてね、録音した時はね自分のとこだけだったからね、あ、こんなとこで使われてるんだって感じした。はい、うん、そうかそうか、アニメ玉っていうね、アニメみたいにして遊ぼうということでやってますけど、アニメ好きなアニメあります？アミちゃんと、ちびまる子ちゃんが好きです。ちびまる子ちゃん、かわいいな、かわいいな、中でも誰が好きってのがあります？たまちゃんが好きです。たまちゃん、そうか、なんかこれを聞くだけでなんとなくね、リスナーの皆さん、あーとまみちゃんという人間のなんとなく輪郭が浮かぶんじゃないかなと思い、まあそんなことないかね。石坂さんはちびまる子ちゃんはどうですか？はい、私もちびまる子ちゃん好きです。あ、そうですか。たまに今も見ますね。へえ、なんか通う似通うものがあるんですね。はい、そうですね、やはりね。松江君どうです？ほのぼのしててやっぱいいですよね、ちびまる子ちゃん、はい、心がね、はい、現れるよね、はいはい、アニメ玉でもね、ああいう現れるような作品もねこれからやってきればいいなと思いますけど、うん、アミちゃんが出ていただいたねこのアニメ玉というものについて、できればアミちゃんも自分で出たいって言ってきてくれたんだよね。はい、お、で出てくれてちゃんとあんだけできたんだから、うん、偉いね。すごかったね、お家でだいぶ練習した？はい、 ありがとう、嬉しいね、そうやって頑張ってくれるとね。皆さんもアニメ玉出てみませんか？トマミちゃんが、今日も頑張って、今日は頑張ってくれてますけど、今度はあなたが頑張ってみませんかということで、それでは取材 CM 行きましょう。沖縄市宮里にあります合同会社 SHD の桑井です。 SHD とはスマートハウスダイレクトの略です。家庭用の太陽光、オール電化、蓄電池の工事とメンテナンスをしています。いかに沖縄の皆様にエコエネルギー、スマートハウスの力で喜んでいただけるか、満足していただけるか、日々頑張っています。故障や不具合のメンテナンスはお気軽にお任せください。どんな人に SHD のサービスのことを知ってもらいたいですか？合同会社 SHD の伊礼です。スマートハウスにすることで光熱費を削減し、節約したいご家庭、販売店や施工店が倒産した、あるいはアフターがないとお困りのご家庭へのメンテナンス、太陽光10年間固定買取が終了し売電価格も下がり蓄電池をどうしたらいいか迷っているご家庭、蓄電池が高いとお考えのご家庭には100万円以下の蓄電池から揃えております。長年の経験からの技術力に自信があります。太陽光発電、オール電化、蓄電池のメンテナンスや工事はぜひ沖縄市宮里の SHD にお任せください。はい、これは時には昔の話をという、これも紅の豚のエンディングテーマですね、タイトルロールで皆さんのお名前が流れているような時に流れてくる歌です。紅の豚の中ではむしろこっちの曲の方が有名なんじゃないかという話もあります。森山修一郎が亡くなられたんですけど、日本にいい声優を育ててほしい、いい声優を作ってくれと、いう言葉を僕はとてもよく覚えてます。そして、声優さんというとね、今なりたい方がたくさんいらっしゃる人気の仕事なんですが、なんと、以前ですね、森山修一郎と僕が、FM をやった時に番組の中で森山修一郎が昔の話をしてくれたんです。この時には昔の話のように、声優の初期の声優さん、声で俳優さんだった方は
当時東京で60人ぐらいしかいなかったそうですよ。60人、うん、ですから声優やってる人はどの現場行っても同じとかあって、お前今度はこんな役か、あそうだそうだあなたは今度こんな役みたいな、すごく身近だったらしいですね。そこから頑張って日本の声優の技術を上げて、アニメという中の文化の中で育てて、大成功していきましたねということです。そして、さっきお話をしてくれましたトーマーミちゃん、実は来週の作品にも出てます。どんな作品でしたっけ、お名前は。モグラとアンズとミーちゃんです。そうですねそういう作品出てます。可愛らしいです ねアミちゃんの役はどんな役でしたか。と女の子の役です。女の子の役、ちょうどぴったりだね。そういう、アミちゃんがまた出てくれますので、来週のアニメ玉も楽しみにしていってください。声優をやって遊びましょう、声優やっちゃいアニメ玉です。ユンタクしましょうというそうです。ユンタクしに来てください。アニメ玉の参加者を募集してますということで、アミちゃん今日はありがとうね。はい、石坂さんも自分の放送を聞かれた、はい、回でしたけどまだやっぱり緊張します ねたっぷり出てましたもんね今日もね。ちょっとずつ出番増えてるところがね、 ありがたいですありがたい、ね、いいことですよ。どんどんそうやって増えていってほしいですね。はい、松井君はどうでしたか。はい、ちょっと毎回少しずつ出させていただいてまして、うん、僕も一緒に皆さん体験しながら勉強させていただいております、ね。はい、なかなか声優としてもね、上手になってきてました。石坂さんも上手になってきてますよ。嬉しいです ね。アミちゃんは今日、来週の、ね、放送楽しみだけれど、ね、きっと上手にやってくれてるんだよね、うん、多分ね。アミちゃんのファンがもっと増えるといいね。YouTube で配信してます。ナミちゃん見たかったらナミちゃんを 見る YouTube の配信を見てくださいということで、声優やっちゃうアニメ玉、いよいよ終わりの時間に近づいてきました。はい、それではまた皆さんお会いしましょう。来週お会いしましょう。そしてナミちゃんも来週アニメ玉一緒に頑張ろうね、はい、ということです。それでは皆さんさよなら。さよなら。